皆さんこんにちは。交通事故防止コンサルタント上西和美です。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。えっ、ー、と、今日もですね、ドライブレコーダーの動画から始まりました。こちらの動画からですね、今日も大切な話をしようと思いますので、最後までご視聴ください。えっ、ー、と、今日の動画ですね、ちょっとショッキングな動画なんですけど、あの、もちろんね、死亡事故ではないんですが、非常にね、大きな事故をですね、 あの、こちらの時間ですね。まあ皆さんね、愛知県側にお住まいなので、もしかしたらお聞きになっておられるかもしれないですけど、こちらのポスターです。57時間は間の時間。えっ、ー、と、夕方のね、57の時間は間の時間。まあこういったポスターをですね、愛知県警では作っているんですけど、まあこれ僕もね、あの、大阪在住なんですが、うんと、インターネットの方で見させていただいて、まあ非常にわかりやすいなと思って、あの、見させていただいたんです。っていうのがね、 僕らの業界ではこの時間帯の事故っていうのは非常に怖いんですよね。で、特にこちらのグラフ見ていただいたらわかるんですけど、ちょうどね、10月がね、愛知県からはピークになっているんですよ。これはどういうことかっていうと、あの、10月にかけてですね、9月から10月にかけて、こう数字がね、上がっているんですが、で、これはね、やはりね、一つの原因として考えられるのは白棒の時間帯ですね。 まあ僕はですね、あの単純にこう考えているんですけど、まあ、ちょうどですね、えー、っと、この10月っていうのは、ライトをね、えー、っと、つけて、つける時間がね、微妙なのかなって思うんですよね。まあ、日没のね、時間を考えるとね。まあ、だから歩行者の発見が遅れて、こういった事故が増えるんじゃないかなって思います。で、このですね、歩行者と車が接触する事故、まあ、いろんな特徴があるんですけど、これね、2つ特徴があると思っています。1つはね、 あの特に高齢者が多いってことなんですけど、えっと、右側から出てきて引かれる事故が非常に多いんですね、まあ、これもですね愛知県下のデータ見ていただいたら非常に分かりやすいと思うんですこちらちょっとご覧くださいあの右側からですね、まあ、これ歩行者側からすると左側なんですけど特に高齢者の方はですね突出して多くなっていますよねこれ18人に対して、えっと、右側は、うん、と54人ですよね えっと車側からすると右側から出てきて歩行者側からすると左側からの車に引かれるっていうこと、まあ、これがね、えー、っと約3倍です、まあ、全体の、えー、っと高齢者の事故からすると約75%がです、ね、右側からなんですね、まあ、だからね車を運転する方にとったらこの右側からの歩行者って非常に注意が必要です で特にですね、まあ、この2つの事故を見ていただいたらわかるんですけど、僕はね、ドライブレコーダーの映像をこういった事故結構見るんですよね。で、その見る中でね、あのー、共通点というか、まあ、よくね、あのー、あるパターンというのが、対向車がライトを配便すること。まあ、これがね、非常に多いんですね。まあ、これはなぜかなって考えたときに、高齢者のね、特徴としたら、目先のリスクに強くて、次のリスクを頭から飛ばすっていう、 まあこんなね、特性があるんですよね。で、目先のリスクっていうのはちょうどこの、こちらから言うと対向車です。だから対向車のライトに関しては高齢者は非常に注意をするんですよ。だけど次のリスク、いわゆるこちら側の車ですね、とは接触をしてしまうってことです。まあだからね、僕はまずね、ハイビーム、対向車がハイビームしたら何か異常があると思ってください。異常があると思ったら思うだけでは事故って防げないんです。 思ったら、まずは減速です。必ずね、減速すること。まあこれがね、大事になってくると思いますので、まずね、対向車のハイビームっていうのがね、ちょっとね、僕キーポイントになってるかなって思います。もちろんね、対向車のハイビームが絡まない時ももちろんありますから、とにかく右側の異変に関しては、ちょっとね、注意必要かなって思いますね。それと、もう一つはね、こちらのデータ見ていただいたらわかるんですよね。こちらですね、愛知県下のデータなんですけど、あの、反射材、まあ歩行者のね、 反射材をつけていなかったっていうのが93.3%。非常に高いですね。で、さらにですね、反射材を使用してない195人の服装。黒っぽい服が全体の67.7%。まあ、これはね、もうこの時期から、高齢者っていうキーワードと、あと暗めの服が多いっていうのも非常にね、あのー、特徴的かなって思うんですよね。まあ、だから、うんと、右側からね、来る。 しかも見えにくいものが来ますからねあのちょっとね少しでも異変に気づいたら減速することが大事だと思いますねで夜間の走行に関してはもう一つ大事なことがあります道路交通法ではハイビームが基本ですまあ最近の車はねオートでハイビームになることが多いみたいなんですけどまああのマニュアルでねまだハイビームにしないといけない車はたくさんあると思いますで特に街中とかはこれ道路交通法の中ではね 他の交通の妨げの恐れになる時っていうのは、これはロービームで走行しなさいよって書いてます。だから街中とかもしかしたらね、ハイビーム走行なかなかできないかもしれないんですが、あの、郊外とかね、まあ車の通りが少ないところであればね、基本ハイビームですから必ずね、ハイビーム走行してください。もうこれはね、ハイビーム走行とロービームの走行の発見の仕方ってもう全然違うんですよね。まあ100メーター近くハイビームに見えますから、 あのロービービムにに比べたら、ね、発見が非常に速くなりますだからねしっかりとハイビームできるところはハイビームにしてでさらに速度超過を絶対しないことこれがね鉄則だと思いますのでこちらぜひね意識して運転をしてみてくださいでちなみに、えー、っとこれね車と歩行者が当たった時の死亡率これ見ていただいたら分かると思うんですよね時速が2 0キロから3 0キロの時は死亡率は0.9%です それが3 0キロから4 0キロになると2.7%なんですよね3倍になるんですよさらに4 0キロから5 0キロになると7.8%ですねどん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 上がっていくんですだから皆さんがねまあ1 0キロぐらいいいかなって思っているその速度超過っていうのは実はね人間を殺してしまう可能性3倍も上げてしまうってことですね まあだからね、しっかりとね、速度超過をしないようにして、ハイビーム走行できるところは、ハイビーム走行で走ってください。えっ、ー、と、今回はですね、まあ夜間、特にね、愛知県下では、今、夕方の57、あの、この時間を間の時間としておりますので、まあこの時間帯の事故の特徴を話をさせていただきました。ぜひね、速度超過をしないこと、えっ、ー、と、ハイビームで基本走行できるところは走行すること、あと特に、 右側からのもの、異変に気づいたらすぐにね、減速をするっていうこと。まあこちらをね、しっかりとやっていただいてですね。まあ一人でも多くの方がね、犠牲にならないように、また皆さんがね、被害者にならないように、加害者にならないようにしていただけたらと思います。では、今日も皆さん、ご安全に。